皆さん、こんにちは。ヨハネラブです。このチャンネルは、好きなアニメ作品のグッズを好き勝手に紹介していくチャンネルです。ちょっとした時間、このチャンネルとお付き合いしてくださると嬉しいです。今回紹介するのは、ポンチョ姿となった、このキャンプ好きな少女のフィギュアです。ゆるキャン、シマリン、シビレコキャンプバージョン、7分の1スケールフィギュア。それでは、サイトへとジャンプ。今回はホビーストックさんのサイトにお邪魔させてもらっています。キャンプ好きな女の子であるシマリンちゃんがポンチョ姿で7分の1スケールのフィギュアとなりました。こんなのもあるんだ。あのゆるキャンという作品にシマリンちゃんという女の子がいるんですけども、空でキャンプすることが好きで、いろいろなキャンプ場に行っては一人だけの時間を堪能している女子高生なんですよね。劇中だとヤマハのビーノというバイクに乗ってキャンプ場を巡ってたりするんですよ。もう一人の主人公で、主人公のなでしこよりも描かれる時間が長いので、いっそのことこの子が主人公でいいじゃんと思うんですけども、そんなりんちゃんが今度ポンチョ姿で7分の1スケールのフィギュアとして発売されるみたいなんですよ。どうせならバイクに乗った姿でとか、制服姿で出してっていう人もいると思うんですけど、それってあなたの感想ですよね。シビレコキャンプでの、ポンチョな衣装姿で立体化されていますよ。アニメ1期の第7話にて、ボートに乗っているなでしこに手を振るシーンが再現されています。普段クールでありながらも、微笑んでいるのがとっても、印象的なリンちゃんとなっています。しんどい！星が頻繁に狂気をくれるのと、あたいしんどい！帽子、マフラー、ポンチョなど、衣装の質感がこだわり抜かれて造形されています。髪の毛先のちょっとしたなびき具合も表現されていると思います。ちょっとした風の流れや躍動感も伝わってくるかもしれません。ガッチャ！衣装の質感がリアルに作り込まれており、見ているだけで温かさを感じられそうです。キャンプに行く際にこのフィギュアを持っていくことで、リンちゃんと一緒にゆったりとした時間を過ごせちゃいます。普段のキャンプがリンちゃんがいることによりもっと楽しく感じられるのではないでしょうか。嬉しい。またホビーストックさんで購入することで、おすまし顔パーツが特典として付属します。表情を交換することにより、同じポージングでもまた違った雰囲気のリンちゃんを楽しめると思います。ポンチョ姿のリンちゃんの可愛さや魅力をたっぷりとご堪能ください。さあ満足させてくれよ。こちらのフィギュアは2024年3月に発売です。そしてお値段は2万900円です。このフィギュアをお迎えしたら、ポンチョ姿のリンちゃんの可愛さを SNS などで自慢しちゃいましょう。欲しいか、これが欲しいか。今回の紹介はここまで。これらのグッズの紹介記事は下の概要欄に貼っておきます。もしよろしければ、その紹介記事に貼ってあるリンクからアクセスして注文していただけるとありがたいです。もしよろしければ、チャンネル登録、グッドボタンを押してくださいね。それでは、また次回お会いしましょう。